クアン・ギジェルモ・クアドラード・ベイジョは、コロンビアネコクリ出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。コロンビア代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワード。コロンビア時代、アトレチコ・ウラベでキャリアを開始したクアドラードは、インデペンディエンテメデジンの下部組織を経て、2008年に同クラブのトップチームからプロデビューを果たす。 9月14日のボヤカチコ FC 戦で初先発の機会を与えられるとプロ初得点を記録し、それから約3ヶ月後に後期リーグ決勝トーナメント第4節のクラブデポルティーボラ駅田セアグロス戦でフリーキックを直接決めるなどプロ1年目から主力として活躍した。ウディネーゼ2009年7月4日にイタリア一部のウディネーゼカルチョと5年契約を締結。 右サイドバックを務めていたマウリシオイスラが、不傷離脱、同胞クリスティアン・サッパータが、本格的にセンターバック起用、ドゥシャン・バスタが、出場停止になったことで11月1日のエシキエーボ・ベローナ戦で、初出場を飾った。レッチェ2011年8月3日に、同僚のクリスティアン・オボドと共に、 同リーグの US レッチェ2012年6月30日までの期限付き移籍が決定。11月6日の AC、チェゼーナ戦でカルロス・グロスミューラーのアシストによりセリエ A 発得点にして決勝点を挙げる。フィオレンティーナ2012年7月23日にアッコフ・フィオレンティーナへ買取オプション付きの期限付き移籍が決定。8月18日に ポッパイタリアのノバーラカルチョ戦でマヌエル・パスクアルに代わり58分から移籍後公式戦初出場を飾り11月4日のカリアリカルチョ戦で移籍後初得点を挙げたその後はジェノア CFC 戦トリノ FC 戦サイドカリアリ戦で得点を挙げ UC サンプドリア戦では35ヤードの距離からの強力なシュートでセルフィ・ヒオロメロが守るゴールに先制点を決めた 主力として2012から13シーズンに36試合5得点、7アシストを記録し、クラブの4位に貢献したことが認められて、2013年6月17日に、オプションが行使され、同クラブに共同保有権が買い取られた。8月22日に、グラスホッパークラブチューリヒトの UEFA、ヨーロッパリーグ2013から14プレイオフ第1戦で、先制点を挙げた。 W 杯終了後より、フィオレンティーナよりの遺跡が多数報道されていたが、2014年夏は残留が決定した。チェルシー2015年2月2日に、チェルシー FC への遺跡が正式発表された。なお、代役としてフィオレンティーナは、モハメド・サラーをレンタルで獲得。2015から16シーズンから、背番号を23番から11番に変更。しかし、 プレミアリーグへの適用に苦しみ、2015から16、シーズン開始直後に、チェルシーがペドロを獲得し苦しい立場に置かれることとなった。ユベントス2015年8月25日、ユベントス FC へ1年間のレンタル移籍が発表された。背番号は、マウルカモラネージが着用していた16番。なお、ユベントス史上初のコロンビア人選手となった。 2015から16シーズン終了後は、チェルシーに復帰したが、2016年8月31日に、ユベントスに3年間のレンタル移籍が決定。2500万ユーロでの買取オプションを有している。背番号は7番に変更された。2016から17シーズンには、リーグ戦30試合に出場しセリエ優勝に貢献。2017年5月22日に、 買取オプション講師が決定。ユベントスと3年契約を結んだ。完全移籍決定後に行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦のレアルマドリード戦では66分に交代出場を果たし UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦で初めてピッチに立ったコロンビア人選手となったものの18分で2枚のイエローカードをもらい退場した。 クリスティアーノ・ロナウドの加入により彼のトレードマークとも言える7番を譲ったため2018から19シーズンから背番号を16番に変更2020年から右サイドバックにコンバートされたコロンビア代表でのクアドラード2010年8月25日にエルナンダ・ディオン・ゴメス監督の下でベネズエラ、メキシコ、エクアドル、アメリカとの親善試合に向けて コロンビア代表に初招集され、9月3日のベネズエラ戦で初出場及び初得点を記録。その後、コパアメリカ2011の一員にチーム内最年少選手として選出され、ボリビア戦で後半から公式戦初出場を飾った。ホセペケル・ウマン新監督の初戦となった2012年2月29日のメキシコとの親善試合で、パブロ・アルメロのクロスから2得点目。 同年11月14日にブラジルとの親善試合でハメス・ロドリゲスのパスを受けて3得点目を記録した。2018フィーファワールドカップでは4試合でプレーし、グループリーグ第2戦のポーランド戦で1ゴールを決めた。スピードのあるドリブラーとして知られており、2013年のリーグ戦1試合あたりのドリブル回数はクリスティアーノ・ロナウドの倍であった。 鋭い突破のみならず、自陣からパスを引き出して展開するプレーもできる。2019から20シーズンは、マウリツヨサッリ監督によって、サイドバックとして出場し、2020から21シーズンもウィングバックとして起用されている。ありがとうございます。